はい、もしもし今週の A ランチは、はい、県民のお悩みを解決する新企画ティガニー一番。沖縄市で単身生活を送るよしこさん89歳から届いた相談とは。会いたい人とかもいるの、もしかしておばあさんねえ、うん、松本さんの松本さん、よしこさんが会いたい松本さんを目当てに沖縄市からいざ瀬底島へ。果たしてよしこさんのお悩みは解決できるのか。ありがとうございます。さらにマルチパフォーマンス集団チームスポットジャンブルによるコントも初披露。カツ、いや止まらねえ、これが嘘みたいな本当の話。沖縄お悩み相談所ティガニ一番。はいはいはい、うん、コーヒーが収める人少ないね。だからこいつはもう4ヶ月収めてないのは終わった着手大変だこれは。しーしーしーね、仕事、はい。ピンポンパンポン、ごめんごんよりお知らせします。国民の皆さん、何かお困りごとがないですか。ある場合は私が気兼ねしてね、皆さんを笑顔にしていきますよ。国民の笑顔が一番でございます。気兼ねすることがあったらお気軽に公民館までお電話ください。以上、部長でした。ピンポンポンポン寝たよもうね、あななな走り持った。はい、もしもし、はい、部長です。はい、お困りごとですか。はいはいはい、はい、受け付けますよ。はい、どうしました。いい、はいはいはい、瀬底島で、うん、あ、本当、あ、いや、これはもうやらないといけないよ。いい、うちにね、上等相談員がいるからね、うん、直ちに派遣しますよ。はい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 、わかりました。はい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 、よいしょ、間違えれんわこんな感じ嘘よ嘘よ、間違いじゃないよよし、 MG、 そして泉、中田のおばあがね、瀬底島にいるね、恩人にお礼をしたいというからね、ぜひ気兼ねしてきなさい、笑顔にしてきなさい。はい、レッツゴー。気兼ね一番、すごい、うん、確かにそうですね。沖縄が生んだ愛のティガニー相談員、人呼んで沖縄侍パー MG。 大丈夫ね、大丈夫ですずっと大丈夫じゃないですか。はいや、はいや、はいや、さんさん、撮影中なんで、はい、ごめんなさい、すいませんちょっと待って、ちょっと待って、何言ってるのよ、うん、今日はね、うん、あなたのティガニーに来たのよ。あ、俺のティガニーに、ね、うんうん、サムライさんのティガニーで私来ました、うんうん、沖縄サムライさんでしょ、沖縄小サムライでございます。そうなの、娘と娘、小サムライはね、娘って書くわけさ、娘って書いて、うん、娘サムライ、小サムライ、ね、娘でや、おばさんでやさねや、サムライ、ちょっと待って、ごめんなさい、おばさんに見えたんだ。おばさんに見えたんじゃないよ、誰が信じてる、54歳ってのせるだけね、先輩ね、言葉気をつけなさいよ。はい、ね、だからね、サムライさん、ね、ということで、あなたのティガニーだから、あなたに合わせて、あなたと同じ衣装、頑張りました、衣装もなってるね、頑張りました、頑張りました、ね、いいでしょ、はい、ということで、今回はじゃあこのジョゴンさんと、はい、そうそうそう、鼻がね、こう、鼻がね、バシッと、ちょっ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 と、あのね、ごめんなさい、今日ね、生まれも育ちも瀬底島のおばあさんなんだけど、うん、生まれたね、この瀬底島に戻りたいんだって、はいはいはい、だから、ちょっと何でも戻りたいか聞きに行こうよ。ぜひぜひ行きましょうよ、じゃあ、行こう行こう行こう、はい、あ、お家がこっちだっけ、もう、あ、こっち、行こう行こう行こう、はいはいはい、行こうね、あ、じゃあ行きましょう、ティガニーシティに行きましょう、はいはいはい、どうぞどうぞ、はいどうぞ、はい、元気あるさ、サムライさん、サムライさん、あのね、うん、はい、あのティガネーの、うん、はい、相談なさった、相談してくれた方、はい、中田よしこさん、やいび、おー、中田よしこさん、はいはい、今回の依頼は中田よしこさん89歳、何やら瀬底島の恩人にお礼を言いたそうですよ。おばあさん、よろしくお願いします。はい、こちらこそ、お願いします、ぬがぬが、はぁ、ぬが、中田よしこ、中田よしこさん、中田、中田幸子じゃないよね、いい、中田よしこさんよ、待って待って待って、うん、え、終わったおばあやさん、おばあさん、そうだよ、終わんのお嬢かいな、終わったおばあ、かわいい、宮里真司君、宮里真司君ですって、早速だけど瀬底島になんで帰りたいんですか。ねえ、うん、もう長いこと言ってないかな、あ、長いこと言ってない、うん、
お家所詮行って、うん、行って書いて、うん、親はおじねとおとしねって、あーって言うさしてね、うん、会いたい人とかもいるのもしかしておばあさんねえ、うん、松本さんの、あ、松本さん、あ、これ何なってるかね、おばあよ、うんうんうん、あのもうお盆も正月も行ってないわけさ、うんうんうん、なんでかって言ったらちょっと倒れて、あ、いえ、なげえ入院してたわけよ、あーそうね、うん、おばあさん大変だったね、そしてから、うん、その倒れてるのを、うん、もう瞬時に発見してくれたのが今言った智子さんと松本さんだわけ、いいな、そうね、あ、じゃあちひとんね、おばあさん松本さんに会いに行きましょうよね、はい、お願いします、はい、行きましょうよ早速ね、うん、はい、瀬底島にレッツゴー、よっしゃー、レッツゴー相談員一行はおばあちゃんを乗せて土戸部長瀬底島へ向かっています。ちょっとその前にこれ孫だったかな沖縄にあった本当の話、うん、今日は僕が嘘でしょと思った話 in 元部長、いやー元部の海は最高だな、ちょっとゆっくりするか、エニーさん待て、な、何かが俺を呼んでる、ちょっと待てよ、この前も沖縄県本島が俺に話しかけてきたことがあったな、いやまさかな、ワン屋さんもしかしてとととととと、ワン屋さん兄さん、ワンが沖縄県本島よ、ちょっと待って、また沖縄県本島が俺に話しかけてきてる、嘘でしょ、嘘じゃないよ、本当だよ何しに来たんですか、遊ぼうぜ、俺はいつも海の上でこんなしてるから暇さどっか地名行ってみ、地名元部なんで、うん、元部長でお願いします、元部長にはよ、成り上がりの常務や専務が多いらしいなんでかって、元部長だからですよ元部長、ぶっこんできましたね、うんうん、でもこの地名ダジャレが続くんだよな、兄さん兄さん、はい、これ飲んでます、元気出るから、なんすかこれ、ヘナチヘナジードリンクさ、ヘナジードリンク、ヘナジー出ましたね、うん、あ、この辺の奥さんはよ、うん、みんな化粧品使ってるやつ美声らしいよ、美声ぶっこんできますね、ちょっと今日調子いいっすね、黙れ、なんでめっちゃ怒ってる、タンチャーですね、とう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 、タンチャー出たね、出ましたね、兄さんちょっとおい、片足でピョンピョン跳ねてごらん、片足で、うん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 、いやこれケンケンですよね、ケンケンって地名言わされてる兄さん、俺たち遊んでたらもう夜が明けたぜ、ああおかようございます、おかよ必ず最後に愛は勝つ、ね、勝つ、いや止まらねえ、これが嘘みたいな本当の話変なまーそろそろ瀬底島に着いたようです、なくてよかったな、なくてよかった、場面転換のショートコント、なんでしょう、瀬底島、消費税、消費税、よしこさん、な、一変瀬底島綺麗ですね、今日いい天気で、あっさびよナチュラさよ、着いたよおば、うん、はい、それでは、うん、瀬底島の方に行ってみますか、じゃあ行こう行こう行こう、行こう行こう、よっしゃ、テンション上げていくで、はい、よっしゃ、はい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 、わい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 、おばあさん、あ、ごめんごめん、おばあさんよ、そうよ、一番おばあさんに変わってない、はい、行くよ、持って、はい、はい、パンスクパン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 スクパンパンパンスクパンパン、あ、いえ、チュラセウ、綺麗よ、慣れ親しんだ瀬底島に足を踏み入れ、昔話に花を咲かす相談員とおばあちゃん、もうそろそろ恩人の松本さんが運営する民宿宿狩りに着きそうですよな、特別気合い便の吉子さん、はい、はいはいはい、こちらが松本さんの家でございますよ、つい到着ですか、はい、はい、到着、なんと民宿宿狩りというのやってますから、ねえ、民宿屋さん、そうそうそう、はいはいはい、だだだ、はい、吉子さん行きましょうね、よし、おばあ着いたよ、ま、た松本さんの家着いたよ、はい、到着しました、はいねー、やったー、はい、松本さんとヤードね、うん、もうそろそろ準備できてるから来るはずよ、松本さん、あ、楽しみ、ね、何年ぶりにおばあさん会うんですか、そうです、もう2か年ぐらい、2年ぶり、約2年ぐらいになるよね、うん、松本さん、は、あれ、はいはい、だ、はい、あ、いらっしゃった、はいはい、俺で、はい、来たよ、おっす、はい、松本さん、はい、松本さん、はい、どうぞどうぞどうぞ、はい、いやいやいや、松本さんいつももうありがとうございます、本当に、はい、ね、よしこちゃんのためにいろいろやっていただいてるんでね、うん、うん、元気してた、今、友ちゃん今まで待ってたんだけど、ちょっとお客さん来て迎え行った、
あの松本さん、ともちゃんっていう方は、うちの母ちゃん。ああ奥様。うん、元婿に迎えて。あの別荘に松本さん、よしこさんとですね、侍さんから、うん、松本さんはなもうよしこさんの命の恩人ですよって話、どういうことなんですか。とんでもないですよ、お話聞いてもいいですかね。いいんですけど、はい、そんな命の恩人なんてとんでもないね、うん、もういっぺん恩人ですって言ってんですけど、いやいや、どういったことで、どういったことっていうかね、はい、私18年目なんですけど、でその頃よしこさん家の隣にね、やっぱり移住者がいて、古民家買って、はい、遊び場所だったんですよ、うん、でじいちゃんばあちゃんも来てて一緒になったんですよ、はい、でそのうち変なきっかけでじいちゃんばあちゃんとつながっちゃって変なきっかけ仲良しになっておじいさんおばあさんたちと、うんうん、だからね、で息子さん娘さんみんな小座の方に行ってるから、あ侍さんたちね、うん、小座の方に行っているから、うん、お孫さんもみんな、うん、はいはい、で、もう深くなっちゃった、うん、関係がもう仲良くなって、いやながらね、もうその、あの麦買ったりなんかしてるとね、うん、みんなあの島の人たちが、お前なんで松本やってんのって言うと、おじいが、おこいつ俺んとこ長男だからって、ちょっとやめてくれって、そういうあれじゃないんで、それぐらいも素敵。松本さんと中田よし子おばあとの出会いは18年前、麦を育ててムンジュルガサを作っていた中田夫妻の近所に越してきたのがきっかけ。しかし、よし子さんの最愛のご主人、正俊さんが2021年4月に他界しています。よし子さんは一人で瀬底島へ生活を余儀なくされ、その2ヶ月後、事件は起こりました。息子さんがデイサービスから迎え来たんだけど、誰もいない。で、鍵も開いてない。うん、電話しても聞こえない。あ、よし子さんが。うん、で今向かってるけど行ってくんないかって、私自転車で。もうあの近所にいたから。遡ること1年前。ええー、な、デイジになってるさ。はいはいはい。デイジになってるさ。中田さん。中田さん。これ泉さんです。中田さん、世の中よく似てる人がいる。すいません。あれこの中田よし子さん。すごい。何これ。どれだけ予算ないわ。中田さん。再現全部。中田さん。あれ松本さんと似てる人。中田さん。中田さん。鍵開いてないけど壊すんだよねこれ。いやいや、ちょっと壊さないから。中田さん。なんとか。中田さん。中田さん。はい。はい、中田さん。倒れているよし子おばあを発見した松本さん。松本さんのおかげで一命を取り留めました。中田さん大丈夫かね。だけど、もう昔のことだし元気だったからいいことしようよ。いや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 、でもその時にね、あの松本さんが見つけてくれて、どうですかおばあさん、よし子さん、あの2年ぶりに松本さんにお会いして、もう本当にどうしたらいい。私の畑するのも全部かし、あ、手伝ってくれて、手伝ってあげたりしたりですね、もう5分とも人なんだ。今日のあの侍さんの木金は OK ですか、満足しましたか。はい。あ、よかった。よかった。あ、よかった。いや本当に松本さんもありがとうございます。うちのばあちゃんをね、よし子ちゃんを助けていただいて、おば松本さんに一言。ほら、大丈夫に来てるからさ。そうだね。ね。分かってるからいいの。ありがとうございます。ね、いいね、本当ね。私はどちらっけなんてさ、うん、もう今日読むなんて言うから。うん、でも幸せなことだよ。ね、90過ぎて。今からあなたはまた子供たち孫なんかとしてちょうだい。本当だね。私したのと、死んじゃ。はい、松本さん、捨てたらいけないよ。おし、はい、大事にしててよ、おばあさんから。おし。じゃあもう、今回は大満足ということで。おばあさん、OK ですか、大満足。はい、松本さんもありがとうございました。無礼で見て、ありがとうございます。本日のティガニ一番は大成功ということで、それではいきます。せーの、ビスケバーイ。